マースプロモーションの養成所で声優の勉強をしています高田優希です。今日はキャスティングボイスのアフレコモードに挑戦したいと思います。よろしくお願いします。それでは始めたいと思います。アフレコモード、じゃあ何しようかな。あ、じゃあローマの休日を選ぼうかな。ちょっとどれにしようかな。じゃあ3で回す。よし、ではアフレコを始めたいと思います。それでは王女妃殿下が皆様からのご質問にお答えします。王女様はヨーロッパの経済問題について連邦化が解決策になり得るとお考えでしょうか。ヨーロッパの協力関係が良い方向に働くのであれば、いかなる法案にも賛成の考えです。では国家間の友好関係については今後どのような見解をお持ちですか。各国のお考えを信頼しています。友情を信じているのと同じように。僭越ながら我が新聞社を代表して述べさせていただきます。王女様のそのご信頼は決して裏切られることはないでしょう。あなたのそのお言葉、大変嬉しく思います。王女様がご訪問された都市の中でどこが一番お気に召されましたか。どの町もそれぞれに忘れられない思い出があります。一つだけ選ぶというのはローマです。なんといってもローマです。この地の思い出を私はこれからもずっと大切に記憶に留めておきます。この地を訪れた思い出を一生懐かしむでしょう。終わりです。あー、すごい緊張するあ、すごい。あ、でももう。それでは王女妃殿下が皆様からのご質問にお答えします。王女様はヨーロッパの経済問題について連邦化が解決策になり得るとお考えでしょうか。ヨーロッパの協力関係が良い方向に働くのであれば、いかなる法案にも賛成の考えです、では国家間の友好関係については今後どのような見解をお持ちですか。各国のお考えを信頼しています。友情を信じているのと同じように。僭越ながら我が新聞社を代表して述べさせていただきます。王女様のそのご信頼は決して裏切られることはないでしょう。あなたのそのお言葉、大変嬉しく思います。嬉しそうにできてない。王女様がご訪問された都市の中でどこが一番お気に召されましたか。どの町も忘れられない思い出があります。一つだけ選ぶというのはローマです。なんといってもローマです。この地の思い出を私はこれからもずっと大切に記憶に留めておきます。この地を訪れた思い出を一生懐かしむでしょう。はい、というわけで再生が終わりました。あー、すごい。アフレコしてるともう本当にスタジオを思い浮かべるような感じで、もう全部もうすごい。もうごめんなさい、なんて言ってか、もう本当にすごかったんです。本当にもうこう画面に集中してできますし、本当に台本がそのまま出てくるので、あれはあの台本はよく現場で見させていただくような台本と本当に全く一緒で、これはすごい勉強になって、でもなんか全然喋られなくてごめんなさい、すごい集中してしまって、今マイクに触っちゃった。はい、すいません、ごめんなさい、不慣れですが、すごくとっても楽しかったです。ありがとうございました。